文化庁はいわゆるアイストリエンナーレを国の補助事業として採択していましたが、今になって約7800万円の補助金を全額交付しないと発表しました。補助金事業への採択後に企画内容を変更した場合でもせいぜい減額程度が一般的です。全額返還は水増し請求など不正行為が認められたものに限られています。しかも不交付は議事録などの記録もなく、補助事業としての採択を決めた審査委員会の意見を聞くこともなく、密室の中で突然決められ発表されました。内容手続き両面で違法不当であります。文部科学大臣の説明を求めます。一部の展示中止にまつわる手続きが補助取り消しの理由であるならば本末転倒です。脅迫という犯罪行為に対して不本意ながら展示を中止したのですから、責められるべきはもっぱら脅迫者です。文化庁は必要な情報が事前に申告されなかったことを問題視しているようですが、表現に対する抗議を事前に予想することは困難です。文化庁は脅迫者に結果的に加担したと言われても仕方ありません。多くの人は結局展示の中身が気に食わないから金を出さないのだと受け止めています。こんなことが前例とされるなら、今後は議論を起こすような展示は公的補助を受けることが難しくなるのではないかという萎縮効果が働いて、お上に迎合した当たり障りのない表現だけに徹しようという事実上の事前検閲につながってしまいます。不交付決定を違法不当として撤回し、当初の決定通り補助金を交付すべきと考えますが、総理の見解を伺います。アイストリエンナーレについてお尋ねがありました。補助金の交付等についてはそれぞれの所管官庁実施機関において法令や予算の趣旨にのっとって適正に実施されるべきものであり、この度のアイストリエンナーレに対する補助金については文化庁においてそうした判断をしたものと承知しています。報道の自由、表現の自由についてお尋ねがありました。私たちに対する安倍政権に対する連日の報道をご覧いただければお分かりいただけると思いますが、萎縮している報道機関など存在しないと考えています。それにもかかわらずありもしない危機をいたずらに煽るような言動は、我が国の流々たる各言論機関、才能あふれる芸術家の皆さんに対して大変失礼であるのみならず、外国からの誤解を生みかねないものであります。報道の自由、表現の自由はまさに民主主義を担保するものであり、当然尊重されるべきものであることは言うまでもなく、日本国憲法に基づいてしっかり保障されていることは立憲を透明に掲げる枝野議員であればご理解いただけるものと考えております。期待しております。残余の質問につきましては関係大臣から答弁させます。安倍総理大臣の答弁でした。両大臣の答弁でした。文部科学大臣萩生田光一君。萩生田文部科学大臣の答弁です。枝野議員から愛知トリエンナーレに対する補助金の取り扱いについてお尋ねがありました。愛知トリエンナーレに対する補助金については、補助金申請者である愛知県が補助金申請の手続きにおいて来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず、それらの事実の申告がなかったことが不適当な行為と認められたことから全額不交付としたものです。本件補助事業では文化庁が関係法令等に基づく手続きに従って適切に対応しているものと考えます。萩生田文部科学大臣の答弁でした。